兵庫県のハリマ科学公園都市内に所在するスプリングマイナス8線形加速器と円形のシンクロトロンが確認できる放射線治療に用いられる線形加速器加速器とは過電粒子を加速する装置の総称原子核、素粒子の実験による基礎科学研究のほか癌治療、新素材開発といった実用にも使われる前者の原子核 素粒子の加速器実験では、最大で高速近くまで粒子を加速させることができる。粒子を固定標的に当てる、フィックスドターゲット実験と、向かい合わせに加速した粒子を正面衝突させる、コライダー実験がある。アルファー線の散乱実験などで業績のあった、アーネストラザ・フォードは、天然放射性物質から出るアルファー線を、窒素原子核に当てることで、 窒素原子核が破壊されることを発見した。これが最初の原子核の破壊実験であった。この発見から過電粒子に7.7メブ程度のエネルギーを持たせる電位をかけて加速し対象となる原子核に当てることで人工的に原子核が破壊できるのではないかと考えられた。1932年にコッククロフトとオルトンは 当時からよく知られていた倍電圧清流回路を改良拡張することで 800KV の高電圧と、それに耐えるイオン加速管を開発し、加速した容器を当てることで、リチウム原子核を人工的に他の原子核に変換させることに成功した。またこの実験により、特殊相対性理論からの帰結である e c a l MC2 が定量的に検証されるなど、加速器による、 原子核研究の端緒を開いた。この実験の成功を契機にすでに盛り上がっていた加速器開発及び原子核研究はさらに勢いを増し原子核を構成する陽子や中性子も破壊するための巨大加速器の建設が進んでいった。電極間に直流高電圧を引火しその電位差により過電粒子を加速する装置。連続ビームを得られるのは 静電加速器のみである。加速エネルギーの上限は因果することのできる電圧の大きさに依存する。最大加速電圧はバンデグラフ型の場合で数十メブであり多くの場合原子核素粒子実験で必要とされるエネルギーを達成できない。そのため講述する線形加速器や円形加速器の入射加速器として使用されることが多い。 直流高電圧を作り出す方法により、以下の二つの方式に分類される。コッククロフト・オルトン型ダイオードとコンデンサーを用いた、倍電圧整流回路を用いて、高電圧を得る方式、アーネスト・オルトンとジョン・コッククロフトが確立した。加速エネルギーは数百ケブ数メブ程度。バンデグラフ型絶縁物のベルトに電荷を乗せて、電極に運び高電圧を得る方式。 1930年にロバート・ジェミソン・版デグラフにより実用化された。加速エネルギーは10メブほど。バンデグラフの派生版としては、電解層ベルトの代わりに、金属円筒を絶縁性プラスチックでつないだ、ペレットチェーンを用いた、ペレトロンが存在する。加速エネルギーは20メブほど。また、加速粒子として、不イオンを用いて、静電極に向けて加速し、 静電極内で炭素膜などで電子を剥ぎ取って静音にし設置電極に向けて再度加速することで高電圧を二重に利用する効率の良い加速が可能となる。これをタンデム加速器という。電極間にかけられる電圧には様々な実用上の問題から上限が存在する。その上限を超えて 粒子を加速する工夫をしたもののうち、粒子を一直線上で加速するものを線形加速器と呼ぶ。ライナックやリニアックとも呼ばれることがあるが、いずれも英語で線形加速器を意味するリニアアクセラレーターにちなむ。基本的な構造は多数の動体等を並べたものである。隣り合った動体等同士が異符号に対電するように高周波電圧を印加する。 それぞれの筒の間では、電状が存在するので、粒子に力が働く。一方、筒の内部は、一応電位なので電状が存在せず、粒子は力を受けない。筒の長さと印加する高周波の周波数をうまく調整してやると、筒の中を通る粒子がギャップを通過するたびに、加速するように調整することが可能である。 この方式でエネルギーの大きなものを作ろうとすると加速器の長さを長くしなければならない。当然加速器が大きくなれば技術的にも敷地の点でも困難は増す。したがって従来の線形加速器の加速エネルギーは数百メブ程度までであってそれ以上のエネルギーを必要とするときはサイクロトロンやシンクロトロンが用いられてきた。この場合 シンクロトロンの入射機として線形加速器が用いられることが多い。しかしながら21世紀に入って高エネルギー実験の最前線に挑戦する新しい線形加速器の建造が期待されるようになった。これは電子を加速する際にシンクロトロンを用いるとシンクロトロン復社の影響で、 せいぜい十数ジェブのエネルギーを達成するのがやっとであるという壁に突き当たったからである。一方、線形加速器は文字通りにまっすぐで加速粒子を曲げる必要がないため、シンクロトロン複射の影響を考える必要がない。加速器自体の物理的な長ささえ確保できれば、より高エネルギーまで加速することが可能である。 高エネルギー加速器研究機構の円形加速器の縦屋内部。全長 3km の円周上であるため、この画像ではほぼ直線に見える。過電粒子は磁場中を通ると、ローレンツ力を受けて曲げられる。これを利用して、過電粒子に円形の軌道を描かせながら加速する、加速器を作ることができる。下記のほか、シンクロトロン、ベータトロン、リングサイクロトロンがある。 サイクロトロン磁場を用いて、過電粒子に円形の軌道を描かせて加速する。加速器のうち、磁場が時間的に変化しないものをサイクロトロンと呼ぶ。古典的なサイクロトロンサイクロトロンの基本的な構成は一応磁場中に設置された二つの半円形の電極である。電極は直線になっている側が解放された中空の 構造で解放された橋が向かい合うように設置されている。電極は真空に保たれた加速箱と称する平たい、円形の容器に収められている。加速を開始するためには、サイクロトロンの中心付近に過電粒子を入射し、電極に交流電圧を引火する。電極間の電状によって加速された過電粒子は、電極の中の一応電状中で磁場から受ける。 ローレンツ力のみを受けて円形軌道を描き再びギャップに到達するこの時にちょうど反対の電情が電極間に生じるような磁場電極間電圧の周波数を選んでやると粒子は再び加速されもう一つの電極の中を先ほどより半径の大きな円形軌道を描き飛行する軌道の拡大と粒子の飛行速度の増加が釣り合うため次に粒子が ギャップに到達するまでにかかる時間は先ほどと同じである。したがって一旦加速を始めた粒子はギャップに到達するごとに加速され大きなエネルギーを比較的容易に達成することができる。粒子が電極の外周の壁に達すると変更電極で軌道の向きを変えてターゲット室に導くか窓を通して加速箱の外に導かれる。以上は 理想的なサイクロトロンに関する記述であるが、実際にはいくつかの制限がある。まず粒子の散逸を防ぎ安定した加速を実現するためには、粒子を収束する必要があり、そのためには磁場を一様な状態からずらさなければならないということである。もう一つは、粒子が。 相対論的速度まで加速されると、もはや蒸気の当時性は成り立たず、加速を継続することができなくなるという点である。これらの問題点を解消するために、歴史的には様々な工夫がなされてきたが、エネルギーフロンティアの開拓は、シンクロトロンに道を譲ることとなった。現代のサイクロトロンはセクター型にすることにより、蒸気の問題を部分的に解決し、 大強度14加速器として原子核物理学の発展に寄与している。AVF サイクロトロン強襲速の原理を用いたサイクロトロン。現代の高エネルギー加速器は一部の例外を除きシンクロトロンである。しかし同じシンクロトロンであっても加速対象の粒子によって設計は異なる。レプトンは電荷に比べて質量が軽いため軌道を曲げるのは 簡単であるが、速度が速いため円形加速器を用いたバイシンクロトロン副車の影響でエネルギーロスが大きい。従って、ベンディングマグネットは小さいものでも構わないが、加速装置が巨大になり、設計にも困難をきたす。そのため2019年現在において、次世代高エネルギー電子、コライダーとして、線形加速器を用いたリニアコライダーの建設が計画されている。 ハドロンは、電荷に比べて質量が重いため、高エネルギーで軌道を曲げても、シンクロトロン放射を起こしにくい。そのため強力な磁石で、半径の小さな高エネルギー加速器ができる。高エネルギーオン同士の衝突のような高温・高密度状態では、クオークグルーオンプラズマのような新しい物質症が、 生成されると考えられているので、このような状態を作り出すための重要加速器が存在する。重要は陽子よりもさらに曲げにくいために、その設計はより困難である。現在、最もエネルギーの高いオモイオンコライダーは、米国ブルックヘブン国立研究所にある相対論的重要コライダーである。欧州原子核研究機構の次世代ハドロンコライダーである。 LHC は14コライダー実験を行うこともできるように計画されている。1952年12月に完成した利権第3号サイクロトロンのイオン加速器初期の加速器は粒子の加速に高電圧を利用するものであった。1928年にロルフ・アイドロが線形加速器の実験に成功してその論文に触発されたアーネスト・ローレンスと デビッド・ H スローンにより線形加速器を製造されたものの当時の高周波電源の周波数では加速が不十分だったので1931年に高周波の電場を閉じ場による軌道の保持を使った円形の加速器サイクロトロンが開発され1934年にローレンスは特許を取得した1944年に 位相安定性原理を加速に用いるシンクロトロンが誕生。1952年に強襲速の原理が発見、粒子を加速するエネルギーはそれまでの1から10万倍になった。初期の加速器では粒子を固定標的に当てて出てくる粒子を調べていたが、エネルギー効率が悪かったため2つの粒子をそれぞれ正面から衝突させるようになる。 この方法でエネルギーがより反応へ向けられることとなった。日本では1933年に当時は台北帝国大学教授だった荒勝文作がアジアで初めてコッククロフトオルトイン型加速器を作り原子核人口変換の実験を成功させ続いて大阪帝国大学の菊池聖子も成功した。1936年に大阪大学で サイクロトロンの建設が始まり、1938年に、完成、理科学研究所の西名義男博士らが1937年から、陽子サイクロトロンを建設した。第二次世界大戦前、戦中に、日本国内に設置されたサイクロトロンは、理科学研究所に、大小2台、大阪大学に1台、京都大学に1台あったが、太平洋戦争の敗戦で、 GHQ の指示により、サイクロトロンが破壊された。当時の部品で現存するのは、ポールチップと呼ばれる磁極として使われた、鉄製円盤1枚のみである。今まで部品はすべて廃棄されていたと思われていたが、京都大学の研究者が保管し続けていたという。1951年5月に来日した、ローレンスの助言により、同年12月、 加減で小型サイクロトロンの建設が始まり、翌1952年12月に運転を始めた。東北大学の北垣俊夫による機能分離型教習連の提案がなされる。これにより、理論上100億電子ボルト以上の出力が可能になった。1961年に完成したのが、東京大学原子核研究所の7億エブ電子、シンクロトロン。 電子シンクロトロンは1966年には13億エブに到達。1971年に高エネルギー物理学研究所が発足し、用紙シンクロトロンの建設を開始。そして1976年、120億エブの用紙、シンクロトロンが完成した。超電動加速空洞モジュール1986年に完成した。 経緯系のトリスタン電子、陽電子コライダーは、それぞれの粒子を250億エブまで加速して、衝突させ、重心系衝突エネルギー500億エブに到達した。1988年から世界で初めて、超電動加速空洞を大規模に導入し、1989年には、ビームエネルギー320億エブを達成した。1994年に、 経緯系のトリスタン電子、陽電子コライダーの後続であるケクブ加速機の建設が開始、1999年に完成。現在に至る、基礎的分野医学応用分野放射光、研究国立施設ドイツ、豊かな未来を先端加速機科学技術の力で、一般社団法人先端加速機科学技術推進協議会、 ラザフォードの実験により必要なエネルギー量は7.7メブ程度必要ではないかと考えられていたが、この実験により、結局200ケブ以下でも、原子核変換が可能であることが判明した。物理学会ピアニッシも、2から3高エネルギーの電子は軌道を曲げると光を発するので、大強度の高エネルギー光線を得る目的で、電子シンクロトロンを用いる場合がある。 このような施設を放射光施設と呼んでいる。A.B. 新魔系像、他、60インチサイクロトロン建設報告、科学研究所、報告1951年、第27週、第3号、ピアニッシも、156から172利権、再建サイクロトロンの、加速箱国立科学博物館、ロルフアイドロ、ウィズスケッチーズコンピュテーションズ、 オンザレートランスフォーマー。オリジナルコピー、ブックスフロム 1923-1928HS903-633 通から638ロルフアイドロ、ウーバー。アインノイエスプリンシップツアーハースタランホーアスパナンガン。アーカイブフュアエレクトロテシュニック 21-387-406- ドイ -10.1007 ボーイフレンド01656341初期のサイクロトロン覚え書きサイクロトロンヒストリーハットサイクロトロンを米軍が接収海中投記した経緯と反対には2台と記録された根拠破壊されたサイクロトロンこぼれ書きサイクロトロン部品が現存破棄のはず戦中に京都定大開発京都新聞2007年8月14日トリスタン計画報告書 読売新聞長官2018年5月2日改革開放40年第2部鍵強国実験施設狙うは一流ノーベル賞へ巨額投資ありがとうございます